プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子と、はい、レンでお送りいたします。はい、はい、今回もですね、映画出会いは奇跡にご出演いただきました素敵なゲストをお呼びしています。はい、今日はですね、出会いは奇跡の、根本真子の、お客様だったんですけど、最終的にはお友達みたいになっていくんですけど、栗田めぐみさん役の、ルナちゃんです。ルナちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっと、はい、じゃあちょっと最初に、お名前でだとか、ご年齢は、どちらでもいいんですけど、あと出身地とか、軽く手短にまず自己紹介をお願いします。はい、菅原ルナです。はい、22歳です。はい、出身地は埼玉県で、今も埼玉県に住んでます。はい、で今は声を使ったお仕事とか舞台に立つお仕事をできる役者さんを目指して頑張っています。はい、はい、ありがとうございました。ではちょっと対談のね、今からさせていただきます。菅原ルナちゃん、はい、埼玉ですね、出身。はい、埼玉です。はい、一番最初に、出会いは奇跡の内容をご覧になった時の、率直な感想が一つ目で、二つ目に、撮影現場に行く前まで の想像してたものと、実際撮影現場に行ってどんなだったかっていうのを、ちょっとビフォーアフターみたいな形でこの3点をお話しいただけますか。はい、はい、まず内容ですね。はい、内容、そうですね、台本とかお話とか私に結構重なる部分が多くて、共感がすごいできたのと、あと何でしょう、人生とかお仕事とか、なんで生きてるんだろうとか、すごい感じられることを、なんかこう身近に感じてそれに関わることができたのがすごい良かったです。ありがたいです。そうですね、撮影の前ですかね。はい、撮影の前はまず初めて行った場所で、はい、これはちょっと撮影とは関係ないかもしれないんですけど、近くにショッピングモールがあったのと、すごい綺麗な場所だなって思って、映像ワクワクしながら、どんな場所が待ってるんだろうって思いながら見ていって、で実際着いてドア開けて入ったら、みんな優しくてすごいあったかい現場でしたね。私撮影とか初めてだったんですけど、こんなに優しい空間なんだと思って。本当毎週のようにいろんな役者さん出られた方が、ものすごくアットホームでしたとか、ね、なんかお家に帰ったような感じしました。毎回ちょっと言っていただいて、なんかちょっと、あ、そうなんだと思ったんですけど、私もこの監督業が専門のお仕事ではなくて、初めての体験だったというのもあったんですけど、多分あれでしょうね、僕の、キャラクターと、あと根本真子の癒しの部分が、化学反応でアットホームに見えたんでしょうね。多分そうだったと思うんですけど。ちょっと遠いところまで出てきていただいたんですけど、そのオーディション、こちらも全く初めてだったんですけど、映像っていうのも初めてだったってさっきおっしゃったんですけど、もともと、菅原ルナちゃん、1年前ぐらいでしたっけ、はい、一応連絡先はつながってたんですよね。確か。そうですね。はい。で、本当
で役者さんが30名ぐらいいるんですけど、おそらくもう最後の最後でラッキーなことにそうでしたよね。そうです。でしたよね。トン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 と話がいって、ちょっと僕も運命的な出会いを感じましたね。ねえ。もう私の間も何でしょう、住んでるとことか。そうそう。はい、さんが以前住んでたところが一緒だった。そう、そうです。僕も埼玉住んでたんで、よく知っているところだったんで。やっぱりそういうのって安心しますよね、共通のことが多い、はい、で実際Zoom で何回かお話しして、もう初めてでしたもんね、はい、その時お会いできたのはね、初めてで根本真子も初めて、私も初めて何も失礼はなかったでしょうか、大丈夫でした、ね、全然もうこの栗田さん役を実際やってみて、はい、どうですか、はい、そうですね、私がちょっとマイペース、うん、ですけどマイペースなんですけど、栗田さんはちょっと映像を見させていただいた感じだと明るくて元気でっていう感じなので、うんうん、それを出そうかなと思って、おお、でしたね。はい、演じさせて、うん、演じるとかその役を演じるとかそういうのはもうもともと好きだったんですか。はい、好きです。あとあれですもんね、声優さんを目指して、まあ、学校にも行かれたりしてたんですもんね。はい、そうです。うん、声優さんの場合は声だけなんですけど、まあ、今回は映像で、はい、まあ、ご自分が映られたんですけど、はい、あまりその違和感とかはないですか、両者に対して。はい、特にないですね。はい、もう本番が楽しみですね。クラスとかが楽しみです。2ヶ月かかって編集しますので、うん、はい、もう楽しみにしてますので。はい、いや、ありがたいです、本当。ご家族の方もお話しされたんですか。はい、で出演、映画に出演させていただくことになったよって言ったら、すごいじゃんって、ちなみにご兄弟はいらっしゃるの。はい、います。妹が2人います。3姉妹か。はい、そうです。おお、すごいね、3姉妹なんか賑やかそうですね。うん、ね普段の今活動していらっしゃることとちょっと PR をお話ししてください、ぜひこの場で。 PR ですか。はい、私の PR、 うん、何でしょう、演技することは、はい、すごい好きなので、なんか映像でも舞台でもなんかお仕事とか機会があったらぜひ参加したいので。うん、うん、あ、なるほど、もう今からですもんね。うん、はい、なんか今 SNS とかは何をしてるんですか。 SNS は、Twitter をちょっとゲームが好きなので、うん、一緒にゲームする友達とツイッターをやってる感じです。ああ、お互いでオンラインでどなたかとつながってゲームをしていると。はい。どんなゲームですか。なんかそのジャンルは。ジャンルはアクションゲームですかね。で、その先方の方とゲームして、あとツイッターでもたまにこうお話されてるんですか。あ、そうです、そうです。なるほど。なんか最近はなんかそういう方多いみたいですよね。なんか多いね。ゲームを通してこう知り合いになって仲良くなってみたいなね。それスマホでゲームされてるの。あ、そうです。へ、
オンラインでゲーム、なんか私たちの時代はもうオンラインでゲームっていうのがなかったもんね。インベーダーゲームとかでしたもんね。コンピ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 コンゲーム。インベーダーゲームって聞いたことある？ありました。あるもうすごい原始的なゲームで。パックンチョとかあるんだよね。パッなんかね。言ってます。昭和ですね、昭和。こうパックンチョする。出会いは奇跡のね、まあちょっとストーリーが重なる部分が、まあ、多かったっておっしゃったんですけど、なんか絵とかイラストみたいなものは何か描いたりとかはします？イラストはあんまり描いたことはないんですけど、うん、私が役者を目指す前にデザイン系のお仕事に就きたくて、うん、その時は絵を描いてました、ね、スケッチ、なるほどなるほど。なんかソフトで描いてたんですか？そうです、鉛筆とかあと水彩画とかです、うん、あ、そうなんだ。はい。へー、パソコン上で描いてた、それとも紙に描いてたの、どっちですか？どっちもやってました。紙だと鉛筆と水彩画で、パソコンだと何でしょう、こう線引いて、チラシみたいなのを作成するのに自分でデザインする。なるほど。ごちゃごっと。なるほど。そういう、まあ、書いたり作ったりすることに対しては全然好きな方、嫌いではない。好きです。インドア派それともアウトドア派、どちらですか？どっちですかね。なんだろう、気分次第なんですよね。あ、どっちもいけるってことですね。どっちもです。なるほどなるほど。本当私たちがほら50代じゃないですか。で、今ねえさんがね、今20代前半なんだけど、もう30年も変わるとものすごい時代というか、ガラッと変わってますよね。変わるよ。だってインベーダーゲームからなんかスマホで LINE したり、なんか映像したり、想像もしてなかったことができてるから、また多分20年後にはもっとすごいことになりますね。なんかそのイラストとか役者とか、今声優さんとかをこれから頑張っていかれるという話だったんですけど、なんかその他に趣味とか特技あります？趣味特技、趣味はゲームですね。あと、歌うのが好きです。なるほど。はい。今じゃあ楽しんでますね、いろいろ。はい。ねえ。なるほどなるほど。絵を描く、やっぱりね、根本真子もちょっと絵描き屋さんなんで、ちょっと似てますね、はい、少しね。ね、そうですね。絵のタッチはどういうタッチが、たまに絵見に行ったりします？皆さん絵見に行ったことはないですね。ないですね。本が好きで、本表紙あるじゃないですか、本の、それがなんかソフトタッチとか絵で決めます。あ、なるほど。表紙でそうです。文字よりも絵柄ってことですね。そうです、そうです。ね、割と女性はなんかそう多いですよね。なんかこう文字とかそういうのじゃなくて、なんかやっぱりイメージでね。そうだね。なんだ。根本真子のイラストはほら、まあ、お子様向け、主にお子様向け。ちょっと外がうるさくなって、窓なんですけど、なるほどなるほど。ね、今、天使のね、ハートを持ってるね、こういう感じの、癒し系のイラストが多いんです。どうですか、なんか。好きですか、みなちゃん。柔らかい感じの絵が好きなので。そうか、絵を描くっていうことは、まあなんかその道もなんかやりつつ、役者とか声優さんとか目指していて、
なんかいろいろ化学反応が起きたんですね。ね、いろんなことができていいですね。で、音楽とはされないんですか？音楽は。音楽。うん、楽器とか。あ、楽器は、中学生の時に吹奏楽部でホルンをやってます。でしたね。ホルンでしたね。僕はトランペットだったんで。はい。あ、ホルンって感じします。もう優しい感じの。あれね、楽器でなんか性格みたいなのが変わるもんね。そうですね。ねえ、僕はあのトランペット一筋だったんで、6年間。6年間。もう私はあの、ホルンはちょっと借りて一瞬弾いたことあるんですけど、やっぱり僕はトランペットが好きで。トロンボーンとかも借りたことあるんですけど、やっぱりあの、トランペットが好きでやってましたね。そうそうそう、音楽の楽器によって違うんです。へえー、なるほど。あの、出会いは奇跡が今回あの初めて僕は作品というか作って、まあ、実際ほらあのまあ実際にあった出来事をそのまま再現して今5日間かかって撮ったんですよ。で、はいはい、まだルナちゃんの方は一つのシーンに来ていただいて、多分まだご覧にご自分のどういう風に撮られたかっていうのは現場で見てませんもんね。見てないですね。そうですよね。楽しみですね。楽しみ、うん、編集して音楽とくっつけていきますので。はい、お願いします。またちょっと他のね、うん、関係でも呼ぶかもしれませんね。その時はぜひ来ていただければと思っております。ちょっとだけ遠いですけどね。まあ、なんだっけ、まあ一番遠い人は九州の大分から来られた人がいたんですよ。お様が、お母様と一緒、まあその時は岡山、まあ、大阪って感じで、まあ、ここはほとんど関東だったんですけど、楽しめてよね、よかったですね。うん、よかった。根本真子の印象はどうでした？第一印象、お会いした時は。第一印象は優しいですね。ふわふわってしてて。ふわふわ。すごくお話ししやすかったので。よかった。ああ、よかった。うん、僕の第一印象はどうですか？でもズームで会った感じと全然変わらなくて、あるさんって、可愛らしいよね、りなちゃんね。なんかあと、ね、実際のその本番の時にね、ちょっとね、うん、私たち拝見させていただいてたんですけど、なんかね、すごくなんかこう楽しんでなんか演奏されてるなっていうのがなんか伝わってきて、うんうん、なんかすごく生き生きされてましたよね。うん、なんか本当ルナちゃんもね、ふわっとした癒しの感じなんですよね。ね。ね。で、かつなんか奥底にもうがっちりとした強いなんか意志というか、それがあるようなのは。ね、見えましたね。今後がどうなっていくのかものすごく楽しみです。なんかまあ、ね、これからその役者さんとかその声のお仕事を目指してるっていう話でしたけれども、なんかこう、なんかどんな風なこう役者さんになりたいとか、なんかそういうなんか夢だったり目標があったりしましたら、なんかお聞かせいただければと思うんですけど。うん、そうですね、私はこう何でしょう、優しい感じの役がなんかうまくはまるんですけど、うん、やってみたいのは悪役とか、 なんか結構強いキャラそっかそっかやってみたいので、うん、何でしょう、のキャラでも対応できる役者になりたいです。ね、あ、元気のある強い役って感じですね。はい、もうやってみたいです。ルナちゃんの悪役
こう見てみたいですね。見てみたいね。どういう悪役になるのか。まあそうだよね。悪役バージョン何個か準備して、うん、春バージョン、夏バージョン、秋バージョン。ねえ、なんか計算されたすごい賢い悪役みたいな感じで。でよく考えたら人によってはこれ悪役じゃなくて善人じゃないのみたいなやつとか。そうそう、なんか人の心に刺さるような、いやそれは悪役ではないと私は思いますよとかいう悪役。深いですね。そう、深いね、深い味がする。楽しみですね、本当ね、これからね、まだ、ね、ね、まだまだこれからなんですね。まあ埼玉ということはね、東京の隣なんで、もっと遠い場合はほら、ずっと後には、まあ、東京に上京していきたいっていうのが、まあ、あるんですけど、まあ、どう、ゆなちゃんはそういうのあります？ちょっと出て行って一人暮らしはしたいと思ってるんですけど、うん、私好きなキャラクターがいまして、うん、そのキャラクターがいる場所に場所、うん、最寄り、そこの最寄りに住みたいと思ってて、ちょっと東京じゃないんですけど、その好きなキャラクターって聞いてもいいですか？これ言っていいんですかね？あ、いや、わかんない。いやいや、大丈夫ですね。このディズニーの、ディズニーのキャラクター。あ、なるほど。ということは千葉の方ということですか？あ、そうです。なるほど。あ、じゃあディズニーランドに、あ、近いところね。いるような感じ。舞浜とかね。舞浜駅。そうそう、ちょっとすると音楽が少しかすかに聞こえるみたいな。うんうんうん。花火消えたりとかしないかなと思って。ああ、いいですね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。それ楽しそうですね。しょっちゅうこうね、夢のこのファンタジーな世界を感じられるね。うん。うん、場所、いいですね。僕の知り合いもいますよ。好きでもう舞浜に引っ越したですね。年にもう12回は行くのかなと思ったら、なんか50回ぐらい行くかと思いますよね。そうなんだ。月1以上にもうボート買って、ご飯食べに行くだけとかも。なるほど、ね、あ、そう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 、楽しみに行くというよりはなんか散歩する感覚でね、年間パスポートの、うん。楽しかった。キャラクターね。うん、なるほど。じゃあちょっと菅原瑠奈さんでしたけど、またね、これからも活躍できますようにちょっとお祈りしております。ね、うん、応援していますので。はい。ぜひまたね、よろしくお願いします。うん、はい。こちらこそ。今日対談。はい、対談出ていただいてありがとうございました。はい、スタート、ね、はい、今日もな出会いをね、いただきまして本当に感謝いたします。はい、菅原瑠奈ちゃんでした。はい、ありがとうございます。はい、この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。
しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよどんな闇でも必ず明けるよ希望と夢を信じていて二人で見た夜空に光一つ